最近毛穴ケアとして資生堂のナビジョン GG エッセンスを使っています。最近おでこと頬と目の下の三角のところと鼻ですね、そこの毛穴というのがやっぱちょっと開いてきたというかたるみが出てきたのでこちらを使うようになったんですけれども、毛穴ってクレンジングの際の洗い残しとか皮脂分泌 の酸化で毛穴が目立ってきたりすると思うんですけれども、私はちょっとそれとは別に毛穴の周辺がすり鉢状にへこんでいる状態による毛穴開き、それが今一番気になるんですけれども、でこの GG エッセンスの中に入っているグリシルグリシンっていうのがアミノ酸の成分らしいんですけれども、細胞内のイオンバランスを整えて角化異常を改善しキュッと毛穴を引き締めてくれる効果があると言われているんですけれども、どちらかというとこのグリシルグリシンっていうのはイチゴ毛穴とか皮脂の多い皮脂の分泌の多いタイプの肌におすすめなんですけれども、で朝晩つけていくんですけれども、私ねあんまり効果を感じなかったんですよね。もちろん即効性も感じなかったんですけれども、なんか毛穴がこう目立たなくなったっていう効果っていうのは残念ながら私は感じなかったんですけれども、1本使い切りたいと思います。おすすめナイトスキンケアルーティンです。でこれが蜂の巣から抽出したプロポリス活性成分が入っていて、これが肌の活性をしてくれるそうですね。でアデノシン成分が小じわの改善をさせるっていうのもあって、あとまあもちろん保湿もしっかりしてくれますし美白効果もありますね。でこれがすごくいいところはもうアンプルとマスクが一緒になっていて、位置をつけてその後にパックをするっていう形ですね。結構ねしっかりしたシートを使っていてあまりベタベタしないですね。ベタベタ感とかベチャベチャ感もなくって、私の場合はプロポリス活性成分が入ってるおかげか結構張りが出ます。次の朝は整った感じですね。キメもしっかりと整ってます。で私の場合毛穴に詰まってる汚れが気になるっていうのもあるんですけれども、それではなくて開いた毛穴がすごい気になるんですね。新陳代謝が乱れた時にできる不全角化が原因じゃないかと思っていて、その不全角化の時に見られるのが遊郭細胞。新陳代謝が早まるとどうなるかというと、皮膚ができて28日間かけて顔の表皮まで移動してくる際に角質細胞の核は通常なくなってしまうらしいんですけれども、この不全角化の状態では核を持ったままの細胞、すなわち遊郭細胞が顔の表皮細外層に出てくるらしいんですね。この遊郭細胞というのが未熟な状態にあるために保湿機能やバリア機能が劣ってしまい肌の老化が早くなると言われてるらしいんですけれども、私はもう絶対これに当たってると思ってるんですけれども、周期を早まらせる原因が化粧品のご使用や日焼け、スクラブ剤の稼働の使用など、まあ、ピーリングですね。でアラフィフになるともう攻め のスキンケアをしないと肌が目覚めないんじゃないかと思って、結構ね攻め のスキンケアをするんですけれども、あまりやりすぎは良くないということで、基本的にはやっぱり、まあ、食事ですね、睡眠やストレスフリーを心がけてほどほどなお手入れをしていきたいと思ってます。いやでもやっぱり攻めのスキンケアはやっていきたいと思います。でナビションの GG エッセンスに入ってるグリシルグリシン自体はやっぱり細胞内のイオンバランスを整えて角化異常の改善をして毛穴をキュッと引き締める効果があると言われてるので、もうちょっと使ってみたいと思います。